占い師なら共感、占い師大石のあるある話第1話。またなんかコーナー作りましたね。新企画です、はい、もうこれはもう毎週毎週新しいの来ると思っていただいて。わかりました、新コーナーこちらあるあるなんですけども、はい、まあもう世の中いろんな職業ありますけども、うん、どの職業にもおのんのおそらくそのあるあるっていうのがあると思うんです。あ、はい、例えばもう我々芸人でしたら、はいはい、うん、まあ、我々芸人、まあ、今回僕個人、うん、あとはまあ声が大きい。あ、でも確かに芸人さんってやっぱりその 地声というかでかいよね。比較的、まあ、僕の前任の錦織雅美さんもっと大きいんですけど、本当にね。それね、ちょっとこの場で言いたいけどね、収録の後に2人であの電車乗ってた時にね、はい、本当に声でかいよね。ボリュームバカになってるよね。あのつまみがね、もう壊れてるんですよ。本当うるせえよ、ちょっとおとなしくしろよって言っても一瞬トーン落ちるんだけど、すぐにまたガーって上がるんだよ。我々普段小声で喋る場がないので、もう、はいはいはい、もう張って張って生きてるわけだから、はい、張ってもうバイト先でレストランで働いた時に、はい、まあホールやったんですけど、ちょっと裏で休憩してたんですね。何人かで喋ってて、あと店長呼び出されて、でお前がうるさいと、なんで一人であんなに大きな声で喋れるんだって、何人かで喋ってて僕の声しか聞こえてないんですよ。通ってないわけだ。そんなヤバいやついるわけないじゃないですか、一人で大きな声で。これがね、我々のあるある話なんですけども、占い師の業界でもあるんじゃないかということで。なるほど、占い師である大石先生のあるあるをちょっとお聞きしたいなという、はい、まあ、あくまでも個人の意見です、個人の感想ですだけれどもね、はいはいはい、占い師も、ああそっか、一概には言えないか、私の周辺は確かに声のでかいのは多かったです。昔占い学校 その先生、雇われの先生をやったことがあるんだけれども、はい、一応教室がこう2つとか3つとか並んでるわけですよ。で、一番上のところがこうもちろんか壁あるんだけど、上のところは少しこう空気穴みたいにしてこう穴開いてるわけですよ、はいはいはい、そうするとね、隣の教室でやってる声が多少漏れ響くことはあるんですよ。ただすげえ声のでかい先生がいて、その先生が隣で講座やってると、はい、こっちの教室で全部聞いてられるなみたいな通りがあるって、ね、すごいですね。すごいのもいました。でもちろん中にはね、ボソボソと喋るタイプの方もいらっしゃるわけですが、はい、ね、占い師ならではというと、例えば、酒の魚でね、はい、まあ、芸人さんだったらその面白いネタとかね、はい、そういう話もあるかもしれないんだけど、占い師ってね、人の生年月日が酒の魚になるんですよ。すごい、まあ、多分占い師ぐらいしかこんなのいないと思うんだけど。いやいや、なるほどなるほど。別にその、お客さんのプライバシーを侵害するとか、はい、個人情報どうこうではなくって、はい、著名人のものであるとかですね、はい、そういうものを使って、で、ああだこうだ言ってたらもう30分やそこらすぐ経つとみたいな状態になるというのがもちろんあります。でプラス生年月日ネタでいけばですね、まあ、占いの種類にもよるけど、生年月日使う占いの人の場合にはですね、占い師に生年月日をポロって言っちゃったら、それはね、30分身の上話したのと同じですから。うわー、すごい、バレてますのでね。すごい。そうです、そうです。で、あと、まあ、私は四柱推命という占い使うわけですけれども、はい、まあ、四柱推命って生年月日プラス、あと生まれた時刻が必要なんで、何時何分かね。で、分かんないよっていう方が結構多いんですよ。で、あるいは調べてきたよっていう方も、ざっくり何時みたいなのがあったりするわけなんですよね。で、それで一応データで出してみるんだけれども、どうも過去の現実と合わない。で、おかしいなと思って、これもう2時間こっちずらしたら合うんだけどなみたいなのをこう言うと、はい、その場でなんか実家のお母さんに電話して母子手帳あるとかってやると、はい、大体ずらした方が正しいです。だから私は、それは本当にあるあるというか当たり前だと思ってたんだけれども、はい、最初にね、やっぱりこう依頼者を占って、いやおかしい、あと一時ずれたら会うんだけどなって言って会ってた時に、向こうがそうです、その時間ですって言ったら、うん、そうだろ、そうじゃなきゃ会わないんだよっていう発言をした時に、そば、はい、で見てた人が、はい、そんなんあるんかみたいな。確かに。でも我々の感覚からしたら、そうだよ、そうじゃなきゃ話が合わねえんだよみたいな感じになるんですよ。だから、生年月日とか時間というのはね、あだやおろそかに言うとですね、はい、身の上話したことになりますから、ね、占い師には要注意ですよ、はい、僕らからするともうただの数字、ただの記号なんですけど、そうです、それがもう情報として、で非常にやっぱり占い師にとっては有力情報なわけなんですよ。だから例えば5年10年前に鑑定したお客さんとどっかでばったり会った時に、はい、なんとなくこの人見たような気がするんだけど、でも誰だっけなんだっけって分かんないのね、はい、だけど生年月日言われたら、あん時のあの話の人ねみたいな感じになったりするというのがあるあるです。あ、これは
そう、生年月日で人を覚えてます。すごい、これはいい企画が始まりました。まだまだいっぱいありますので、これは今日第1話で、第1話でございますんでね、確実にシリーズになるのが今日決定いたしましたので、ありがとうございます。皆さん第2話第3話もぜひ楽しみにでございます。面白がっていただければもう幸いでございます。いや、これはちょっとたまらなかったです。はい、はい、先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。また明日もご覧ください。また明日、はい。